皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、いつもと違った企画をしていきたいと思います。それはですね、こちらでございます。じゃじゃん、この中身をご紹介していきます。この中身はというとですね、私がいつも仲良くしてもらっている YouTuber の花さんっていらっしゃるんですけど、その方がですね、2週間フィリピンに行ってきて、そのフィリピンでですね、コスメを1万円分ぐらい買ってきてもらいました。今回はですね、こちらをご紹介していこうと思います。私もまだね、開けていないので、早速開けてみたいと思います。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。めちゃくちゃいっぱい入ってる。ほら見て、こんなにたくさん入ってる。ということで早速やっていきます。しかもね、花さん一個一個ちゃんとこういう風にプチプチでくるんでくれて、さらに一個一個見て、商品の名前だったりとか、あとは値段だったりとか、この商品のコメントまで書いてくれてる。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。ということで、もう何が何だかわからないから、とりあえず早速取ったもの順でご紹介していこうと思います。まず一つ目がこちらです。これがですね、ちょっとカンペ、花さんが作ってくれたカンペを読ませていただくと、ウェッテンワイルドのハイライティングパウダープレシャスペタルズっていうカラーなのかな、だらしい。値段がですね、だいたい827円らしいです。もう値段まで書いてくれてる。アメリカで買うより割高だけど、日本にない商品なので買っちゃった。海外のレビューとかもいいし、ツヤ感綺麗そうなので、ぜひ使ってみてね、ということです。めちゃくちゃ可愛い。いや、もうわかるやん、もう。ツヤ感綺麗そうなのわかるやん。しかも好きなツヤ感なのわかるやん。早速、手に装置していきたいと思います。はい、こっちにべったりつけて、こっちに薄く伸ばしてみたんですけど、わかりますか？めちゃくちゃ綺麗な。めちゃくちゃ綺麗な。ツヤ感わかるかな。ほんと伝わる。ハイライトって本当に伝わりづらいと思うんですけど、本当に綺麗。なんかすごい肌に溶け込むようなツヤ感で、なんだけどすごい華やかにしてくれるような感じもあるし、色がですね、ちょっと肌色っぽい感じの色なので、すごくね、肌なじみもいいし、何よりも粉質がめちゃくちゃしっとりしてるのにびっくりしました。いやー、粉飛びなさそう。これめちゃくちゃ綺麗だと思います。はい、次はですね、こちらです。これもちょっともういちいち言わないですけど、カンペ読みます。 Into It っていうところのメイクアップステイミネラルセッティングミストっていうもので、値段が619円らしいです。で、 Into It の中でも人気の商品らしいよ。メイク崩れなくなるし、お肌も潤うらしい。アルコールフリーでコラーゲンアロエカモミール配合だって。めちゃくちゃ書いてくれてる。本当に嬉しすぎるんだけど、ちょっと実際乗せてみようと思います。なんかこのパッケージだけ見ると、すごくね、お肌がひんやりしそうだなっていう感じがある。ああ、あ、待って、香りがカモミールの香りがする。いい匂い。あ、そしてね、やっぱりね、気持ちいいです。ミスト、こうセッティングミストなので、このメイクの最後にするものだと思うんですけれども、霧もね、すごく細かかったし、良さそう。ちょっと使い続けるのが楽しみです。なんかこれ持ち歩きでもいいなと思いました。なんかサイズ感もね、本当に手のひらサイズなので、リフレッシュしたいなって思った時にパッとも使えそうだなと思います。ありがとうございます。はい、次がこちらです。こちらが Into It のヌード6カラーパレットの03番トーステッドっていうやつで、1032円だそうです。マット系のアイシャドウパレット、未来ちゃんに似合いそうと思って即買いしました。特に右下と右下から2番目のカラーが可愛いよね。秋カラーメイク楽しんでね。ね、分かってます。本当に分かってる。本当に可愛い、良さすぎる。ちょっと開けてみますね。はい、こんな感じで、とってもとっても可愛い組み合わせになってます。で、実際に手に乗せてみるとこんな感じです。わかりますか？この一番このカラーね、こちらのカラーだけ少しシマーというかラメが入ってるタイプで、他は全てマットなタイプになってます。めっちゃ可愛いんだけど、やっぱりこの2つが超可愛いですね。あー、けど個人的にね、このカラーもすごくツボですね。このベージュっぽいカラー、あー、すごい可愛い。これでメイクするのめちゃくちゃ楽しみです。可愛い。これマジでありがとうございます。あー、嬉しい。可愛い。次はですね、こちらです。こちらがハッピースキン×ラブマリー。
ビビットコットンリップムースハートっていうやつです。フィリピンでは少し割高なブランドのハッピースキンとフィリピンの有名人のラブマリーのコラボリップ、これ私も買いました。乾燥しにくいし色が綺麗なの。あとはなんといってもラブマリーが死ぬほど可愛い笑インスタグラム のアカウントまで載ってますすごい、ちょっと見てみたいと思います。パッケージはこんな感じ、緑ですごい可愛い、緑ゴールド可愛いですね。しかもなんかペン、こういうペンみたいな感じなのかな。あ、え、あ、そういう感じね。こんな感じ、わかりますか。こういう風に色を出すってやつだ。色が出ました。こんな感じの色です。いや絶対好きじゃん私。ちょっと手に乗せてみます。絶対好きじゃんこれ。すごい滑らか、めちゃくちゃ滑らか。こんな感じのカラーです。ちょっとリップ取ってつけてみたいと思います。ね、待って、めちゃくちゃ可愛いんだけど。本当にもうさすがすぎるマジで。ほらこんな感じのカラー。ちょっと待って、すっごい可愛い。しかもなんかこのリップするとお肌までなんか綺麗になったような、そんな感じがします。めちゃくちゃ可愛いやないかい。すっごい可愛い。軽い、めちゃくちゃ軽い。なんかリップつけたの忘れちゃうぐらいすごい軽いし、色もすっごい可愛い。あとね、私すっごいマットなリップ好きなんですけど、マットラブマリーさんをですねちょっと拝見させていただいてます、インスタグラムで。めちゃくちゃ可愛い。本当にすごいね、上品な可愛さがある。やば、ちょっとインスタグラムのそのラブマリーさんのやつ貼っときます。いやこれ可愛いわ。もうこのペースで撮影してたら本当にえぐい時間かかってしまいます。まだねこんなにたくさんあるの、まあちょっと長くなりそうな動画ですが、はい、お付き合いください。はい、次はこちらです。これがですね BLK コスメティックのマルチタスキングカラースティックメルロットっていうカラーです。あのね、花さんのすごい優しいところがね、本当に優しいの。見てやばくない、読み仮名まで全部書いてくれてんの。しかもねこういうコメントとかもね、大事なとこ赤線を引いてくれてて、本当に優しさが身に染みて感じる。やばい、本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい。本当この手紙だけでマジで泣きそう。こんな感じです。なんかすごいシンプルで、パッケージめちゃくちゃ好きなんだけど、こういった感じのコスメです。アイシャドウ、チーク、リップに使えるスティック、時間がない時に使えばと思って、未来ちゃんあんまりこういったカラー使わないけど似合うと思うから買ってしまいましたということです。へえ、こういうコーラル系のカラーです。私似合うかな。本当に確かに普段あんまり使わなそうな色なんですけど、あ、すごいね、サラサラしてる、サラサラしてるから伸ばしやすいし、アイメイクにしても全然よれなさそうな感じがある。あ、待って、普通に可愛くない？なんかこのカラーとかを使って、私普段ワントーンメイクって言ったら結構ブラウン系が多いんですけど、こういうコーラル系のワントーンメイクやってもすごくおしゃれだなって思って、今すごい頭の中でね、いろいろメイク、あ、これとこれ組み合わせようとかっていうのがすごい張り巡らされて、すごいメイクするのが楽しみです。次はこちらです。 FS フィーチャーズ&シェーズっていうブランドらしい。ほーまたこれはですね、すごいチョイスですね。もう素晴らしい、めちゃくちゃ可愛いですよ。これです、イージーブレンドブラッシュっていう、まあ、チークでティンクルタンっていう色らしいです。とにかくカラーが可愛くて買いました。どんな化粧にも合いそうだよね。ブラウンのリップと合わせてほしいですということでした。ちょっと開けてみます。いや可愛い、本当に普通に可愛いんだけど、ここに乗せてみます。可愛い、本当にどんなメイクにも合わせやすそうだし、なんていうのかな、すごい血色がよく見える、なんか私の肌色に合ってそうな感じのチークだなと思いました。毎日メイクのボックス作ってるんですけど、その入れ物に入れておきます。毎日使いたい、本当に。あー可愛い。はい、次はですねこちらです。待って、パッケージめちゃくちゃ可愛いんだけど、 BLK コスメティックスオールデイリップっていうやつで、モカっていうカラーらしい。ザ・未来カラーって感じ、絶対似合うよ。クリーミーで発色もいいリップ、ちなみに私はこの色違いを買いましたということです。待って超可愛い。待って、本当にめちゃくちゃ可愛いんだけど、こんな感じのカラー。いや本当に花さん私のこと分かってますよねっていうレベル、もうあれ常に一緒に住んでるっけっていうレベルなんですけど、本当年に数回っていうか年一ぐらいしか会わない時もあるのに、なんでこんなに私の好みを知っているんだろう。待って、すっごいクリーミーすっごいクリーミー、めちゃくちゃ可愛い。あ、可愛い。
めっちゃ可愛い。わかる。もうわかる。これつけてたら絶対褒められるリップだなっていうのがわかります。ちょっとこれ今度メイク動画で使おう。すっごい可愛い。てかこのね、BLK っていうこのブランド、パッケージめちゃくちゃ可愛くないですか？クオリティがプチプラでしょ？プチプラでこのクオリティ、このパッケージ最高。可愛い。センスよし。はい。はい、続きまして、こちらです。こちらがロレアルパリのラッシュパラダイスっていうやつで、大体お値段が1150円らしい。多分日本にないと思うこれ。私のいとこ曰く、開けた時より少し時間経った方がいいフォーミュラになるとか、ボリュームが出るらしいよ。あ、私も気になっているので感想をお待ちしております。確かにこれは見たことないですね。ちょっと開けてみよう。はい、開けてみるとこんな感じです。このパッケージがないですね。私ピンクにゴールド結構好きなんですよね。本当になんか上品な感じの組み合わせだなと思って好きなんですけど、こんな感じのブラシになってます。ここまではね、何の変哲もない感じかなと思うんですけど、まぁ、ちょっとね、使ってみるの楽しみです。このお手紙にもメッセージにも書いてあったんですけど、少し時間が経った方がいいフォーミュラになるっていう風に書いてあったので、まぁ、ちょっと毎日でちょっと使い続けてみて、ちょっと試してみたいなと思います。レビューは花さん待っててください。はい、続きましてこちらです。これは何ぞやという感じです。最初見た時なんかね、カラコンかなとかガムかなとか、そういう風に感じるぐらいすごいポップな感じになってます。で、こちらがイントゥイット、あ、さっきもあったね、イントゥイットのポッピンアイシャドウっていうやつで、サッシーガールっていうやつらしい。これは完全なるパケ買いです。でもね、装置したら結構発色良かったの。未来ちゃんに似合いそうなカラーを選んだよーんだって。ちょっと開けてみます。はい、こんな感じで開けてみると、あ、そういうこと、こういうアイシャドウなんだ。待って絶対可愛いじゃんこれ、本当に。いや、絶対可愛いじゃん。分かりすぎてる、花さんが。もう分かりみ、本当にすごすぎ。腕に装置してみました。こんな感じです。分かりますかね、ちょっと発色良すぎてマジでびっくりした。本当に好き。ていうかもう花さん超能力者。てか怖い、なんか私が好きなのが分かりすぎてる。すごくないですか。めちゃくちゃ可愛いんですけど、本当に。なんかシマーのカラーが全てにおいて発色が良すぎて、本当に使うの楽しみ。はい、続きましてはこちらです。 BLK コスメティックスインテンスカラーリキッドアイシャドウハローっていうカラーらしい。可愛い、なんかネイルみたい。可愛い。しかも色もね、私好みのこの赤っぽいブラウン、めちゃくちゃ好き。で、コメントにですね、発色もツヤ感も綺麗だよ。これ私も色違いで2色買った。乾くの早いから伸ばすときは少量ずつ手早くやるのがポイントです。もうね、この使い方まで書いてくれてるのが本当に神すぎる。本当に神対応。こんな感じなんだ。こういうチップタイプになってます。ちょっと手に乗せてみます。おーおー、かわいい。あ、フィット感が結構あるね。本当に確かにラメ感すごい綺麗。発色もめちゃくちゃいい。よく見てみるとね、シルバーラメなので、すごいね、こう肌なじみがいいっていうよりは、どっちかって言ったらブラウンで肌なじみはすごくいいんだけど、華やかにもなりそうだなと思いました。次はこちらです。じゃじゃん。これもイントゥイットのリップポッピンティント、ホールミーっていうカラーです。このティント、もしかしたら長時間つけてると色変わるかも。わら、私ヌード系のカラー試したら知らぬ間にピンクになってた。でもね、マジで落ちないよ。リムーバーで落とすのも苦労する。あ、これチークにも使えるっぽいですらしい。へー、そうなんだ。めちゃくちゃ物持ちがいいらしいです。すごいね、パッケージがポッピンポッピン、本当にポッピンはい、こんな感じのカラーです。ちょっとね、手の甲にスウォッチしていこうと思います。開けてみるとこういったチップタイプになってます。あ、かわって、かわいいな。この色もまたすごい軽い感じでクリーミーな感じもするけど、すごい色持ちがいいらしい、どうやら。で、色が変わるのかな。ちょっと本当に花さんの色の選びのセンスが素晴らしすぎて、なんか自分で選ぶよりも間違いないんじゃないかなってちょっと思い出してる今自分信じるより花さん信じろみたいなそんな感じで思っちゃうぐらい色のセンスが素晴らしい。
かわいい。はい、次がこちらです。エバーミレナ×クリス・アキノマットマティックリップスティックラーンっていうカラーらしい。エバーミレナとフィリピンの有名人のクリス・アキノさんがコラボして作ったリップ、マット×ブラウン系ってまさにミライちゃんっぽいなと思ってチョイスしたよ。これ評価も高いらしいみたいです。なんかフィリピンってすごいお値段も安くて、すごいなんか可愛い色とかすごいたくさんあるんだなと思いました。こんな感じのパッケージです。こういうスティックタイプすごい毎日使いしやすいし、持ち歩きもすごくいいからいいなと思います。こんな感じ、あ、これ絶対使いやすい。これさっきのリップティントの下にちょっと書いてみますかわいい。ちょっとさっきよりもオレンジ味が強いブラウンなのかな。待って、すごくかわいい。待って、マット。かわいい。ちょっと待って、かわいい。待って。待って、かわいいんだけど、ほんとに。もうさっきのこのリップもすっごいかわいいし、これもすっごいかわいいし。はぁ、もうどうする？私の口、何個必要？っていうぐらい、めちゃくちゃかわいい色ばっかり、ほんとに。かわいい。ありがとうございます。これね、ほんと持ち歩きにすごく便利だなと思うので、しっかり持ち歩いて、毎日使いしたいと思います。そしてこちら最後です。こちらがですね、これは私からのお土産ですっていうこんな感じで、はい、これは私からのお土産ですっていう風に書いてます。これパパイヤのなんだろうか、ちょっと開けてみます。ありがとうございます。お土産、あ、石鹸だ。石鹸、へえ、海外ってこういう風に直で入ってるんだね。あ、いい匂い、いい匂い、めちゃくちゃいい匂い。待って、普通にこれキャンドルで欲しいんだけど、ここにさ紐刺してやっちゃダメかなっていうレベルのめちゃくちゃいい匂いがします。何、パパイヤってこんな香り、すごくいい香りで、もう大好きな香りです。はい、これで終わりです。あー、本当にたくさんありました。1万円でこんなにたくさん買えるんだってすごくびっくりしているのとともに、花さんのこのセンスの良さが抜群すぎて、もう全部毎日使いしたいぐらい、そんな気持ちでいっぱいです。本当に本当にありがとうございます。なんかこれでね、またメイク動画とかも撮りたいななんてね、思っているので、まあ、フィリピンに行く機会がある人はぜひ、ちょっとこの動画参考にしてみてください。あとね、絶対これを使ってメイク動画撮りたいと思ってるので、またそれも楽しみに待っててください。もう本当にね、花さんに頼んで、こういう風に、もう全然いいよって快くね、買ってきてくれて、本当に嬉しかったし、色選びがとってもとっても抜群すぎて、もうね、コスメコンシェルジュみたいな、そんな感じになった方がいいんじゃないかなっていうレベルで、色選びがすごくいい。はい。もう全部毎日使いしたいと思います。それは無理だと思うけど、本当にそのぐらい全部好きなカラーです。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければ、チャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それでは、バイバーイ。私、花さんに何かお礼がしたい。本当にお礼がしたい。鹿児島ですごく美味しいものとか送りたい。はい。